こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は変わった植物をご紹介したいと思います。ここに変な花が咲いてるんですけど、まあ、これですね、セロペギアというガガエモ科の植物で、あのサンダーソニーっていう名前なんですけど、まあのね、パラシュートプランツなんて言われていますけども、何がパラシュートかって、まあ、ここに書いてありますけど、花ですね。この花が特徴的な、横から見るとパラシュートみたいな面白い形をしているので、まあ、パラシュートプランツとして出てます。でセロペギアっていう種類があまり聞いたことないなと思われるかと思うんですけど、こちらにあるのはハートカズラ、これと同じセロペギア属ですね。まあ、これも掘ると、まあ、中に塊が入ったりとかして、これもあの下に球根があるような面白い植物なんで、まあ、なかなか流通するもんじゃないんで、まあ、ちょっとこういう機会にね、もし興味があって育ってみたいなっていうんであれば、お店で取り揃えてますので、ぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。